皆さんこんにちは、ボンドチャンネルスチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。何どうしてなんかすっげえ久しぶりすぎてなんか片言みたいな紹介します。はい、はい、今回紹介する車がこちら。はい、こちらやってきました、マクラーレン 720S、はい、マクラーレンといえばボンド大阪です。いっぱい触ってるんで。あ、そっか視点の中でも確かに登場する率は高いかもしれない。は高いですね。先日のカスタマイズされた車並べるイベントでも、そうです、富山展示させていただいてるんで、もしかしたら実車見たよなんていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、今回改めてカスタマイズの内容をご紹介させていただきたいと思います。はい、でまずもう720をいじっちゃうっていう時点ですごいんだけど、そうですね、もうなんかあの結構大阪店ではよく見るお車にはなってきてます。もうちょっと前で言ったらマクラーレンってあんまりカスタマイズの車両になることもあんまりなかったんですけど、はい、日本ではあんまり結構ディーラーさんが厳しいとかやっぱいろいろあったんですけど、海外はめちゃめちゃいじってる。めちゃめちゃいるよね。はい、ここ数年で日本もすごく増えた。増えましたね、イメージ。その中でもズバ抜けて目立つ感じになってますけれども、はい、そう、もうザ・アメリカっす。ナンバープレート外してフルスモにしたいぐらいアメリカです。6月岡君と一緒にアメリカ行かせていただきましたけれども、はい、なんか本当にアメリカで見たショーになんかもう並んでても遜色ないような、はい、そのぐらいのぶっ飛び具合。カーズ&コーヒー、うんうんうん、にこれ持ってってコーヒー飲みたいです。あ、はい、そういうのも似合っちゃう人とか、はい、ちょっともう日本の枠を超えちゃってるぐらいのなんか、ね、そうですね、なんか日本ではやっぱりここまでこう720をしかもこういう雰囲気で仕上げるっていう例はあんまりないと思うんで、結構無難にいっちゃうと思うんですけど。でこのインパクトに一番貢献してるのがこのまず外装、これがもうなんて表現すればいいのか、オリーブグリーンというかそうですね、オリーブグリーンって聞くと最近あのゲレンデのオリーブグリーンが思いつくと思うんですけど、全然違う。さっきあの大阪店のメカの伊藤さんはクロレラグリーンって言ってましたけどちょっと形容しづらい、ちょっと絶妙な色合い、ね、今回これラッピングさせていただいてテックラップのカーキグリーンって色をチョイスさせていただいたんですけど、もうオーナーさんがカスタムはもう何台やってきたっていう方なんです。大阪店で撮ったアーバンワイドボディのゲレンデ、うん、マットブラックの、うん、あれもそうですし、あのボンドチャンネル始めたぐらいの時に撮った前方コンチ GT コンバーチブルでフルマンソリーにアナーキーのフルポリ入れた、うん、もう同じオーナーさんで。ああ、そうなんだ。はい、でもうマクラーレン買おうかなって言ってて、買うってなった時にもう速攻この色でっていう。あ、じゃあもうその完成形が見えた上で車も購入されているということ で、はい、それありきで今回そのグリーンでラッピングされてるわけなんですけども、はい、ソリッド、もうメタリックソリッドです。入ってないですよね、はい、ソリッドです。でもう綺麗にラッピングされてるんで、はい、僕らもこう近くで見ないとわからないぐらい。そうですね、あのこの前のイベントの時も塗装ですかって聞かれたんで、まあ、逆にそこでラッピングですって言って、あ、そうなんですねって驚かれてたんですけど、まあ、色がぶっ飛んでるんで、まあ、おそらくラッピングだろうなっていう先入観で見てもわからないぐらいしか、はい、そうですね、かなりツヤ感もいいですし。そうなんだよね、ツヤがね。そう、もう最近ラッピングフィルムどん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 進化してて、まあ、あの昔みたいにメラ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 って、あ、これラッピングですねみたいな感じがなくなってきてます。はい、あとはもう一個びっくりしたのは、はい、この720の造形でフルラップできるんだなっていう、はい、これあの貼るだけじゃなくて分解して戻す技術もすごい必要です。あ、まあ、あのドアのパネルは絶対バラすんで、720のドアってどっからバラすんやろうっていう、そこも分かってないとちょっと触れないような。だからまあバンパーもそうだしヘッドライトもそうだし、はい、あとはこの後見ていただくドアなんかもうこう一周巻き込んでるドアなんで、はい、この辺の張ってる具合もお届けしたいと思います。はい、絶対バラさないと貼れない。ちなみにこれ元カラーは、元カラーはアゾレスオレンジ。あ、はい、時々見る。そうですね、マクラーレンの720出た時のイメージカラーですね。なるほど、はい、じゃあもうほぼ真逆の色という、真逆の色です。イメージとしては全然違う色に、はい、正直車は何色でもよかったぐらいな。なるほど、はい、もうそんな感じに仕上がってそうです。はい、で今回の車は結構カーボンのオプションも、そうですね、まあ、マクラーレンのカーボンパックって1、2、3ってあるんですけど、はい、一応全部入ってる感じですね、これは。はい、なのでリップもヘッドライトもボネットダクトもこのバンパー脇も全部入ってると。はい、でミラーとかルーフとかディフューザーも全部入ってるん で改めて見たんですけど、やっぱりこの辺の中間色とかソリッドの車って、はい、カーボンの相性がめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいいです。やっぱりこれだけついてる方が仕上がった時にだいぶイメージが変わるんで。そして早速横の方をお届けしたいと思います。はい、ホイールの方がロディフォームアメリカ製単造ホイール、こちらが装着されています。ホイールも最初からお客さんとこれ
ていう。あ、そうなんだ。そうです。いやもう車買った時点でちょっとカスタムされてたお車だったんですけど、もうホイールを変え、色を変え、あ、じゃあもう全部完成形がイメージできた上での。そうですね、車両製作。もうそれで、お母ちゃんやっちゃおうよそれでっていう流れから、まあ、こちら側のロティフォームの ROCH。 ROC っていうのがこの5本スポークのスタンダードなデザイン、はい、その H がフーニガン。ここにちょうど H ロゴ入ってますけど、はい、ここですね、はい、あのドリフトで有名なケンブロックのやつですよね。そうです。それのコラボモデルということで。コラボモデルで、正直知りませんでした。なんかホームページでお客さんと、まあデザインかっこいいからこれにしよう、この辺なんホームページ見るとぐちゃぐちゃってなってたんですよ、うん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 、で来て、なんだろうこの H って調べました分かった上で注文したんじゃなくて、じゃないです、なんかデザインが入ってる、なんか書いてんだろうなと思って頼みました、はい、そしたら、あ、フーニガンだったんだしっかり入ってる全体的なイメージはこれすごいなと思って、はい、最近あのクラシック回帰してて、はい、とにかくメッシュとか、はいはい、あのクラシックなデザインがアメリカめちゃくちゃ多い、はい、そうですね、あのディッシュがまた流行ってきたりとか。そう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 。でこの5本スポークも今ものすごい履いてる車が多い、はい、そう、5本スポークって逆に言うとすごいシンプルなデザインなんですけど、その限られた造形の中でじゃあどれだけ独自性を出せるかで、今回お客さんとも気に入ってるのがここのまずセンターボアの落とし込み、うんうん、ここがこんだけガバッと落ちてて、ここはもうフラットなんですよね、このディスク面は、はい、でこれパッと見ワンピースっぽいんですけど3ピースで、スッキリさせたいんで、そうそうそう、ピアスボルト見てもらったら分かるんですけど、いやもうスッキリさせたかったんでピアスも裏打ちで、でなるべく稼げるだけリムを稼ごうと。だからマクラーレンでこんだけリム稼げてるのは正直少ないかなと。しかもフロントでこれだけってかなりすごいと思う、はい、いやもうキャリパークリアランスがこれフロント、まあまあフロントはまだあるかなって感じなんですけど、いやだいぶないですねいやでもリアやばいっす。リアはもう攻め攻めですけど、はい、これがだからオーダーのホイールならではの。そうですね、ギリギリまで攻めて作れるという、はい、そうです。で5本スポーク本当に改めて、はい、今本当に一部ですごく履いてる方いらっしゃいますけど、はい、かっこいい。かっこいいですね。やっぱりデザインがこれだけ増えてきて飽和してくると、うん、じゃあなんか意外とシンプルに振りたいなとか。720ってもともとこれだけ曲線とダクトとっていろんなデザインが入ってて、足元までごちゃごちゃしちゃうとちょっとうるさすぎるんで、だから今回はもうシンプルに5本スモーク。でも少し前のトレンドだと割とこうコンケーブの、あ、そうですね、コンケーブで2ピースで ここまでリム伸びててみたいな感じなんですけど、ちょっと今回は真逆で、色もカーボンこんだけついてるんでそれに合わせて、あ、あの、なるほど、そうそう、グロス の, あのスモークにして、この辺とだから質感が割と、はい、一体感があるというか、あんまりこう邪魔したくないのもあって、はいはい、で当然オーダーホイールですからオフセットの方もバチバチすぎるぐらいバチバチという、はい、そう、もうあの車高も720ってめっちゃ下げるとエラー出るんですよ。あ、そうなんだ、はい、だからエラー出るか出ないかギリギリのラインで車高落として、その車高でオフセットを測り直したんで、ちょっと720のオフセットは任せろと、はいはい、オフセットのは内緒内緒なんですけど、はい、書いてあるんですあの実はこのスポークのこのデザイン、この H とロティフォームの他に何か書いてあるなと思ったら、はい、なんとホイールスペックが表に書いてあるという。そうなんです、あの BBS みたいな、あ、はい、なるほど、 BBS 書いてるじゃないですか、はい、LM とか、はい、みんなマクラーレンのホイール作りたければ、はい、この動画を見たら作れます、はいはい、でもこのセッティングを入れようと思うとやっぱりいろいろ大変なんで、なるほど、覚悟の上でパクってください、うん、あとあくまでオフセットってこのタイヤが乗っかるところまでなんで、はい、フランジのこの形っていうのはホイールごとに違 う, そ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 うだからフランジも大きいやつはもうちょっと出るし、そうですね、もうちょっとはみ出すカールリムだったらメーカーごとに違うんで、はい、その辺が絶妙なところになってると。そうです、これいいね、これかっこいいですよ、これかっこいい。今日ねツッチーと朝5時に環状線撮ってきましたね、はい、動画撮って走ってたんですけど、これ走ってる姿自体めちゃめちゃかっこいいんですけど、僕ちょっといいなと思ったのはリアでしたね。あ、720ってベタベタでホイールパツパツで走ってると、うん、リアからの映像がめちゃめちゃかっこいいです。でまた後ろのホイールも後ろについてるじゃないですか、はい、そうそうそう、はい、このシートの後ろのこの辺じゃなくてそのさらに後ろ、はい、そうそうそう、結構後ろが長いですからね、キャビンから大きい現実感がすごい、はい、そして先ほど触れたラッピングの部分はもうとにかくこの辺の造形、はい、720なんかもうドアがこうこの辺まで入ってるわけじゃないですか、はい、内側がその辺なんかも全部全部張り込んでます、はい、
でここに関しては、はい、分かりますよ、こうなってるのになんか邪魔なドアノブが内側にいるっていう、ここなんてこうなってるのにそこも全部貼ってる、はい、全部貼ってるんで、もう間違いなくドアパネをばらさないと貼れないです。確かにまあこれもどこまでやるかですけど、まあ、見えちゃうと、はい、特にオレンジ色だったりすると、はい、そうそうそう、黒とかだったらまあいいかなってなるんですけど、あと今回の車なんと、はい、カーボンがルーフ、そうですね、ルーフがカーボンということで、はい、これなんか聞いたら割れちゃう車がガラスだと、そう、あのゴリラガラスオプションの、だから何もなしゴリラガラスカーボンって3つオプションがあって、まあ、ちょっと割れた話は僕もごめんなさい聞いたことなかったんですけど、あ、そうなんだ、はい、なんか世界的にはなんか時々割れるケースもあるとか、フロントガラスはなんかよく割れますけどね。あ、そうなんだ、うん、600LT とかよく割れます。へ走ってて当たってないのに割れます。だから中古車選びされる方なんかはカーボンはかなりいいんじゃないかな、いいかなと、カーボン結構少ないです、はい、個体が、はい、なるほど。そしてあとは後ろもこんな感じで、はい、なんでもうこの車高もバッチリベタベタで、あとはボディがもともとオレンジ色でキャリパーもオレンジ色だったのが、はい、今回ボディが全く逆の色になったんでキャリパーの差し色感が、はい、中が黒とオレンジなんで、うん、緑とそのカーボン系なんでオレンジは残しとこうかなと、だからもう比率がもう極端に変わった感じですけど、もうそうですね、はい、もうアクセントとしてバッチリだな、はい、この後ちょっと内装も見てもらいますけど、はい、内装のオレンジの差し色具合とキャリパーの差し色具合がかなりいい感じかな、はい、以前色彩検定の撮った色彩検定、色彩検定、へーすげー、はい、それの色の比率でベースカラー、アソートカラー、アクセントカラーっていう、でベースカラーが一番面積大きいので、大体それが6割ぐらいで、アソートカラーっていうのはその中間の色、それが大体3割ぐらい、アクセントカラーって言って、まあ、割と全然違う色を入れたりするのが大体1割ぐらいだと、ファッションでも何でもインテリアでも、まあ、バランスがいいって言われてるんですけど、まさになんかそんな感じだなっていう、すげえ、緑と黒とオレンジ色、へえ、えって思いました。勉強したんですね、はい、もちろん例外もあるんですけど、はい、まあ、あとはいろんな組み合わせだったりとか、はい、まあ、あとトーンがかなり近い、あ、なるほどね、すっごい鮮やかなオレンジ色じゃなくて、はい、こうちょっとこう少しトーンが落ちてるオレンジ色なんで、はい、その辺の相性もすごく、あ、そう、メタリックなんで暗いところでは暗く見えるんで、はい、こんな感じになってます、はい、そしてあと後ろのこの造形も、はい、全部ラッピングされてる、そうですね、もうここも全部貼って、ディフューザーはもうフルカーボンなんで、あとはマフラー720、ここ真ん中出しなんで、はい、まあ、ラッピングなんかちょっと心配かなと思ったんですけど、はい、720だとちゃんとこの遮熱のこのパーツがついてるんで、もともとついてるんで、まあ、その辺は安心かなと、はいはい、このパーツ両面テープでついてる、あ、そうなんだ、そうです、たまに熱持ってちょっと浮きやすくなって、あ、そうなんだ、はい、そんなのもあるんだね。あとはもうこれだけ複雑な造形なんで、はい、結局分解して貼らないといけないんで、これの脱着と、はい、そうですね、もう結局貼るってなってもやっぱりどこまで貼り込むかなんで、うん、もうバラさないとか、まあ、それを組み込む、組み上げる技術もかなり高いもので施工されているそうです、はい、じゃあ続いて内装、はい、内装特にカスタマイズしたわけじゃないんですけど、外装とのこのまとまりを、はい、あとはラッピングを見ていただけるといいかなと、こんな感じで、はい、まあ、720はもともとこの裏がグロスブラックなんで、まあ、そこはそのまま残してます。ただ上に上がるから、はい、もしここでオレンジ色がこうバチンって見えたりすると、あ、ラッピングだなんだなっていう、はい、まあ、これは費用対効果なんで、そうですね、まあ、全然その内側、まあ、貼れば貼っただけこう見栄えいいですけれども、まあ、720の場合こんな感じになってるんで、中も貼ろうって思って大変、はい、まあ、あともうさっきも触れましたけど、ベースの色、はい、何色かによっても違ってるから、そうですね、はい、あとは内装のだからこのオレンジのパーセンテージがかなり効いてると思うんですよ、はい、その色彩検定3級的にいいんですね、はい、かなりいいです、まあ、3級は全然大したことないんです。今まではもう全部オレンジ色だったのが、はい、本当にオレンジ色がアクセントから入ってて、まあ、カスタマイズしてないのになんかこうコーディネートしたみたいな、はい、だから開けた時にこうキャリパーと入るんで組み合わせになってます、はい、じゃあ最後になりますけれども、はい、今回手数としては本当にこうローダウンとタイホイールと、はい、あとラッピング、ラッピングもうそれだけです。それだけなのに死ぬほどバランスで車が仕上がる、もうなんかフルカスタムされてるんじゃないかみたいな感じなんですけど、でもやっぱそれでも色変えれるっていうのは一番インパクトとしては大きいですし、まあでも手数が少なければ少ないほどそうやってホイールの部分にこだわってみたりとか、全然こうエアロガンガンつけてっていうのももちろんありですし、シンプルに行くのもお客様によってこうこだわるポイントがいろいろ違うと思うんで、
あとはラッピングやっぱりすごくいいなと思いました。はい、そう、やっぱりこういうちょっと冒険した色も、うんうん、なかなかオールペイントとか新車のオーダーとかってなってくるとハードルが高いし時間がかかっちゃう。そうなんですよね。でラッピングだと費用的にも、はい、まあ、純正 の, そのなんか特殊なカラーっていうことでは、そうですね、300万とか400万とか、はい、っていうわけではないですし、はい、まあ、施工時間的にも割と、そうですね、あとは、まあ、ラッピングってある程度はこうちょっと飛び石の防止とかにもなるんで、うん、ボディを保護する、ね、そう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 、保護する目的にもちょっと擦っちゃったけど剥がしたら大丈夫だったなんて、はい、ありますか、ね、まあ、過信はできないですけども、そういった使い方もできるんで、はい、まあ、あとはカスタマイズ考えてる方で、はい、まだ車購入されてない方は、はい、やっぱり中古車市場で色も絞って探しちゃうと、うんうんうん、はい、なかなか限られちゃうじゃないですか。そうですね、なんかこの装備ついてるけど色がなってなったら、うんうん、もうラッピングしてしまったらっていうのもあります。じゃあラッピング前提で、はい、カスタマイズのベースを探すなんていうのもかなりいいと思いますし、うんうん、あと現在もう車乗られてる方で、はい、まあ、イメージチェンジでそうですね、なんかしたいなんていう方が、はい、今本当に色々ありますからね。そう、もう色もどんどん種類出てきてメーカーもいっぱい出てきて、やっぱりそのメーカーで一長一短ありますし、いろいろご相談いただければ、はい、まあ、使用用途だったり目的に応じたものが提案できると思いますので、はい、ぜひお気軽にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。